こんにちは、トイラボです。今回は2024年9月28日に発売したトミカプレミアムレーシングとイオン限定トミカについて見ていきたいと思います。トミカプレミアムレーシング、レッドブルレーシング、ホンダ RB16B ナンバー33。長さの関係でしょうか、フロントウイングとリアウイングが外れています。ボディカラーはレッドブルレーシングチームのカラーで、濃いめの紺色がベースになっていて、レッド、イエローのカラーが入っています。スポンサーロゴもしっかり入っていて、再現度はかなり高いですね。側面も細かいところまで再現されています。タイヤにちゃんとピレリのロゴが入っているところもいいですね。リアから見てもウィンド部分にはしっかり印刷が入っていて、いい感じです。上から見ると迫力がすごいですね。ただこれだけ出来がいいのに運転席がちょっと微妙な感じで、シートくらいは再現してほしかったです。裏面は塗装はされていませんが、フランクの造形はしっかりされています。トミカプレミアムレーシング、レッドブルレーシング、ホンダ RB16B ナンバー33、ありがとうカラー。ありがとうモーのボディカラーはホワイトがベースのカラーリングになっています。どちらもかっこいいですね。リアウィングにはありがとうの文字が入っています。イオン、ナンバー76、トヨタ、カローラ、シンガポール警察デザイン仕様。こちらのカラーリングはシンガポール警察のデザインになっています。フランスの国旗みたいなカラーリングですね。側面にはポリスの文字とロゴが入っています。リアにはカローラツーリングの文字が印刷されています。ルーフ部分には
クリアパーツで回転灯が再現されています。アクションはサスペンションとなっています。イオンオリジナルトミカプレミアムトヨタ 2000GT。 こちらのボディカラーはサンダーシルバーメタリックを再現したカラーになっています。シルバーの色味がよく渋くてかっこいいですね。ボディカラー以外は通常版と変わりませんが、改めてトミカプレミアムは出来がいいですね。アクションはサスペンションと左右ドア開閉となっています。いかがだったでしょうか。トミカプレミアムレーシングは期待以上に出来が良く嬉しいですね。ただ金額も少しお高めなのがきついです。イオントミカは相変わらずの海外警察仕様で、トミカプレミアムはかっこよく満足度が高かったです。また出してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。